はい、こんにちは、河村海斗です。まさかの2日連続日帰り千葉トリップです。今朝の4時20分です。昨日は、弟と千葉南にトリップ行ったんですけど、今日またちょっと別の子と千葉に行く約束をしてるので、またそれも後ほど紹介していくので、ぜひ最後までご覧ください。では今から準備していきます。テンション低めです。はい、というわけで千葉着きました。今一緒に来た子を紹介したいと思います。おはようございます。おはようございます。大村奈央さんです。はい。そっけないっすね。どうすか、波は。思ったより寒い。あ、波は昨日と同じ風が吹いてるよ。昨日より風吹いてる。やっぱ昨日よりいい波。昨日もここで波チェックしたんだけど、サリアと。あ、でも結構ね、入ると難しいんだよね。いやいやいや、入らなくても難しそうだよ。さすが見えてる人は違いますね。結構ね、人はねちらほら入ってるんだけどね、ここはね結構難しい。上げてるとね、でも手前もちょっとできそう。あ、そうなんだ。手前でできる方が簡単そうだよね。そうだね。アウトはね結構流れがやばい。ここ厄介なんですよ。一人でもやってんね、そこで。え、なお、ウェット何ですか？3ミリ3ミリのジャージ。ジャージ。そう、なるほど。お、絵描いてます。しかもお、ちゃんとワックスを綺麗に落としてるっすね。え、何その絵、すごくない？失礼します。友達が描いたんでしょ？そう、学校の友達。おお。テーマは？テーマはまあ、明るい感じ。いや、これは何かな、これはお任せだったかな。ちょっとワックス化してもらってもいい？すごいよ。ちなみに弟もワックス化してくださいだったから。タリアと同じ塗り方してる。え、マジ違う。いや、他にクールさ、やっぱそうやって塗るとさ、めっちゃさベチャベチャになるじゃん。うん、全然平気。うん、滑らなければいい。同じこと言ってる。さすが公家沼軍団。はい、今日はシラスカでやりますよ。シラスカ、はい、シラスカ映えしてます。とりあえずナオさんに先入ってもらって、僕さ前半ビデオ撮りするんで、ナオが終わったら交代でビデオ撮ってもらってもいいですか？はい、はい、どこでやる？どこでやるのか。朝さ結構逆光で眩しいんだよね。ああ、見えなくない？風吹いてるね。そう、結構吹いてるんですよ。だからなお早くやった方がいいよ。分かった。多分俺やる時もぐちゃぐちゃになってると思う。はい、今日のコンディションはシラスカはセットで腹胸ぐらいです。もう着いた時から風入ってて結構難しそうなんですけど、インサイドはこうなんかちょっとアクションできそうな波はありますね。なおはこの手前に今います。今日は思ったよりサイドの風が強くて、すごい右にカレントがあって流れが強そうですね。すごいみんな左にバーって漕いで、なおも今これなお取ってるんですけど、なおもすげえ左に漕いでます。
on your chair while I was trying to sleep. I smelled the smoke in the air, but that was normal for me. I didn't know. I didn't know. But now I'm 21. It's all of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't know from.引きで撮るとこんな感じですね。沖がアウトサイドダラダラと割れて、インサイドがリフォームしてくる感じ。なおはインサイドで結構形のいい波見つけてうまく乗ってますね。やっぱ釘沼でやってると、こういう風に波見つけるのが得意になってくるのは、僕も釘沼出身なんで、そういうのすごいよくわかります。できました。お疲れです。折れてたね。決めてたね。あ、気持ちよかったよ。おお、さすが。なんかやっぱ釘沼で練習やってる感じ。そう、やってる感じすごいですか。だってなんか乗りまくってたね。釘沼よりパワーあるもん。だからあね、まあ押してくれるしね。押してくれる。やっぱこう。押されすぎて、うん、刺さりそうになる時あるけど、でもタイミングほぼ合ってたけど、なんかあの波見つけるセンスがやっぱいいね。そう、でも変な波手出したけどね。でもまあしょうがなくね、結構動いてた、ね、女子であんな動いてる人いないんじゃない。もうだって車の中で、あのニューキャッスルの CT 見させて、ああ見させられて、見させられて、一緒に見てたって言ってください。気合入ってたんだね。いやいや違う。いやもうブラジリアンみたいにじゃあいっぱい動いてみたいな。ああそこでインスパイアされてたんだね。多分ね、分かんない、いつも同じ。じゃあナオさん交代してもらっていいですか。いいよ。はい。わあ、あんだけサクッと乗れたら気持ちいいね。今粉オレアリやってます。本当。勝ってる？いやまだ全然途中だから。どう乗れそう？いや、乗れるでしょ。乗れそうとか。いきなり唐突な質問。あ、でも分かんない、どうだろう、コンディション変わってなければ。あ、そうやってなおに負けるかもしれないかって言い訳して保険かけてんな。言い訳はまだしてない。言い訳は上がってきた後にするもんだ。え、ジャフルでいけるよね。全然平気。湘南よりちょっとあったかいかも。あったかい。うん、なんかだいぶさ、どこも水あったかくなったよ。うん、しかもなんか冬すっごい冷たくはならなかった気がする。あ、そう。うん、冬いなかったね。あ、そっか。すっげえ寒いかなと思ったけど、全然ジャーフルで帰ってきてからもできたから、イエーイ、いい感じです。はいはい、はい、じゃあ今日は何のサーフボード乗りますか。今日はですね、シャープアイの OK っていうモデルなんですけど、この前昨日千葉来た時は、うん、HT2 っていうまたちょっと違うモデル乗ってたんですけど、うん、どう違うの。どう違う、やっぱね、こっちの OK っていうボードの方がいい波用って感じ、うん、あ、なるほど。で、HT2 ってやつの方がビーチブレイク用っていう感じになってる、大きく分けたら。こっちはまだ 2回くらいしか乗ってない。あ、そうなんだ。2回ってか2ラウンド。はい、じゃあ試してみましょう。はい、2回だね、3回ぐらい。いいよ、どっちでも。はい、というわけでナオさんにビデオ撮ってもらって今から入っていきたいと思います。はい、なんかアドバイスありますか。ええ、まあ乗って。そういうことっすよね。うん、とにかくこのコンディション乗れってことっすよ。うん、乗ったら見えてくる。うん、ナオは分かりました。じゃあ、なおと同じ作戦で乗りまくる作戦でいきます。はい、はい、ね、いってらっしゃ い、 はい。じゃあ、なおが今から YouTube を撮ります。うまく撮れるのか、お楽しみに。はい、問題です。この木の中、どこに海沙くんはいるでしょうか。
2本目が次にいいけれど、果たしてそれを乗り換える。お、波が出てきた。おー、スムーズなターンから、お、フィニッシュも決めた。さあ、今の波乗ってみて、海作はどんなことを思ってるでしょうか。海入る前に習ってたのは今のグーフィーです。感想は何て言うでしょうか。気持ちよかったのか、それとも海作君の得意の言い訳か。どうだった。え、どうだった。終わったっしょ。なんかね、最近俺後半に入るようにしてるの、だいたい終わるんだよね、波が途中で。インサイドなくなったよね。え、インサイド？いや、もうすごい、もっとインサイドに来ればたまに来てるよ。あ、マジ？うん。なおに教えてもらおうかな。結構沖に居すぎじゃない？え、沖に居すぎ。沖と左に居すぎ。もうちょい右？うん。え、もう誰もいないインサイド。あの、本当にインサイド、あの張ってるレフト。あそこでしょ？いや、違う、もうちょっと、この正面ぐらい。正面？でも、カイサ君いるのって、もっとあの左だから。アウトでしょ？そう。アウトからリフォーム狙おうかなと思ってんだけど。うん。アウトからのリフォームはあんまり張ってこない。あ、ダメだ。うん。で、インサイドのダブルアップ。そう。わかりました。はい。はい。はい。第2ラウンド行きました。まずはインサイドでやってみるそうだけれど、インサイドのレフト、果たしてくるかな。来ますように。ちょっと波が難しくなってきちゃいました。飛んでって上がってきてるかな。
で違いが分かるかは分からないけれど、朝と海の様子が変わってきてます。まあ難しかったけれど OK だね。この人の心の中は OK なのか。 OK だよ。今日は、うん、ダメな日です。でもね、まあね、波も変わって難しくなっちゃってね。いや、もう入る、もうだからさっき1ラウンド目上がった時点でもうないなって思った、波が。けどワンチャンあるかなと思って入ったけど、海ともリズム合わないし人ともリズム合っちゃうしでもその合ってる人誰も乗ってないよ。なんかなんていうの、何もできない。人とも、その乗る時にさ、視界とかに入ってさ、リズムがずれちゃうんだよね、うん、まあしょうがないです。だからまあ今日はこういう日なんで、うん、したたかに上がってきました。はい、OK です。はい、はい、今からランチタイムです。今日は鴨川の近くの富士吉ってとこに来ました。はい、はい、これから午後、ナナホちゃんのコーチングがあるんで鴨川に来ております。美味しそうじゃん。はい、ナナホさん何頼んだんですか。キンメダイぶっかけ丼。おー、うん、まあ、そうっすね。イエイ、僕の来ないっす今日は多分そういう日なんですかねお先に食ってください。はい、お先にいただきます。お立ちと動画をチェックしてます。はい、はい、じゃあいただきます。どうぞ食ってください。僕は唐揚げ定食にしました。奈々ちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。ハワイぶりですね。ハワイぶりです。どうでしたか、日本では。日本ではなんか帰ってきて2週間終わってから波がめっちゃ良くて、地元が、うん、いい練習できた。サーフィン1日 6、7時間ぐらい入った。マジ。でもなんかハワイ帰ってきて真っ赤だったから結構体力あって全然行けました。攻めれた、いいっす。久々のコーチングどうでしたか今日は。対戦相手が対戦相手もうボロボロでやられました。先輩が結構良かったっすね。はい、もうちょっと練習試合してくれて、はい、めっちゃ感謝ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回はナオと千葉南に行ってきました。ありがとうございました。ナオ、ありがとうございました。どうでしたか午後は。午後予想以上にいっぱい入ったよ。 ありがとうございます。ナナオちゃんの、練習試合の相手をしていただいて、はい、ありがとうございました。僕は3連勝おめでとうございます。やっぱ波のチョイスがいいね、ナオ。なんかまあ良かったね、楽しかったね。だいぶ分かった、ね、すげえ癖あったよ。そうだね、見てたけどすげえ難しそうだった、まあ、そんな感じで、はい、今から湘南に帰ります。はい、またアップするんで見てください。はい、お願いします。ありがとうございました。